日産のお兄さん3日産のお姉さん3私たち日産笑顔さんさんでお待ちしてます。日産プリンス山梨。こんにちは、日産プリンス山梨採用教育課広瀬です。3月1日に予定されておりました3日就職ガイダンスも延期になってしまい、3月から本格化する就職活動も全体的に遅れることが予想されます。日産プリンス山梨では前回緊急発表と銘打って動画をアップしましたが、再度申し上げます、引き続き近々では個別対応を行います。会社訪問兼インターンシップ、もしくは会社訪問だけでも受けたまります。お申し込みはこの動画のタイトルの横にこんなマークがついていると思いますが、こちらを押してください。そうするとこの動画の説明欄が出てきます。その説明欄に、弊社 LINE 公式アカウントの URL が貼り付けてあります。そちらの方からお友達登録をしてください。お友達登録をした時点では、個人情報は分かりません。その LINE から直接採用担当者につながりますが、ご希望のお日にち、会社訪問兼インターンシップもしくは会社訪問のみなのか、そちらの方を記入してください。最後に皆様のお名前を入れてください。私ども日産プリンス山梨では自分の個性を生かして大いに暴れてくれる活発な方にぜひ参加していただきたいと思っております。会社の雰囲気に関しては今まで様々な動画を上げてまいりましたが、そちらの方をご覧いただきまして、ぜひこの会社で活躍してみたい、輝いてみたいと思った方、参加していただきたいと思います。皆様のご参加をお待ちしております。日産プリンス山梨採用教育課では今後も会社の雰囲気がよくわかるような動画、また就職活動に役立つような動画が載せれるように頑張っていきたいと思います。チャンネルが面白いなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄に LINE 公式アカウント載せてあります。そちらの方から採用担当者に気軽に質問ができるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。